ブライトサイダーの皆さん、こんにちは。皆さんは南米に行ったことがありますか？私はエクアドルに行ったことがあります。赤道直下の国です。そしてロハという県の南の地方にある興味深い村、ビルカバンバに泊まったんです。この村では時間の進み方が違うと言われています。地元の人々は長寿の村と呼び、ここの住民は世界中どこと比べても長寿なんです。私は100歳の人に会いましたし、120歳、それどころか140歳の人もいるんですよ。なぜだと思いますか？1970年代、ビルカバンバはとても特異で、外の世界と隔絶されていました。アンデスに囲まれ、高度は1500メートル。世界で最も高いブルジュハリファの2倍ですよ。あまりにも孤立しているため、住民は車もラジオもテレビも持っておらず、70年代の人々が知っていたような近代的な物質のない簡素な生活をしていました。きれいな水があり、環境汚染のないこのような環境で、人々は幸せに健康的に暮らしていたのです。ビルカバンバの特異さは1973年、研究者によって初めて発見され、住民のコレステロール値が他に類を見ないほど低く、心臓病の発生率も低いことが分かりました。この研究者はさらに詳しく調査を進め、住民の寿命が世界の他の場所より長いことも分かりました。819人の村民のうち100歳を超える人が9人いたのです。パーセンテージで表すと、アメリカには100歳以上の人が7000人います。ビルカバンバとアメリカの人口が同じだと、100歳以上の人が200万人いることになります。研究者は寿命が長い理由の一部は、村のきれいな水や空気、山が周囲を覆う環境だと言いました。でも他の要因もあるはずです。地球上で空気や水がきれいな場所は他にもありますが、そこに住む人々が100年以上生きるわけではありません。長寿の秘密は他にもあるはずです。多くの研究者や人類学者が何が特別なのか調査するため村に退去しました。村人の食べるもの、それともライフスタイル、もしくは村のある場所の高度が完璧なのか、それらすべての組み合わせなのでしょうか。ノーベル化学賞の受賞者が秘密のフルーツやハーブ、根などエクアドルの領土、特にビルカバンバに育つ植物にあるのではないかと言いました。そしてそれらの植物に素晴らしい医学的特性があり、病気を治療して人々の健康を促進していることを発見しました。ですがエクアドル全土の人の寿命が長いわけではありません。政府はこの村の何が特別なのか調べるため他の研究者を雇いました。そして村の水に人の健康全般に効果的と言われるミネラル類が多く含まれるということを発見しました。また別の研究者はビルカバンバに1年とどまり、村人の秘密を探りました。そしてその経験や観察して学んだことを一冊の本に書き起こしたんです。彼女は秘密は村人の活動的なライフスタイルにあると結論を出し、100歳以上の人も山をハイキングし、田畑で一生懸命働いて、さまざまな活動に積極的に参加し続けているのです。この地域での継続的な研究は村に大きな変化をもたらしました。一般の人々が興味を持ち、この不思議な場所を自分の目で見てみたいと思うようになったのです。結果、多くの旅行者がやってきました。現在では旅行者の必要に応えるため、車やテレビ、高速インターネットがあります。村の水や空気、周辺の山々はまだ綺麗ですが、以前の姿とは変わりました。それでも研究の成果にかかわらず、ビルカバンバの長寿を疑う人々もいました。そして他にも秘密があることが分かったのです。1971年、初めてこの村のことを報告した研究者が112歳だという男性に会いました。そして3年後、村に戻ってきた時、同じ男性にまた会いました。彼は134歳になったといいます。研究者はこのような辻褄の合わないことがよくあることなのかもしれないと疑い始めました。彼は数人の同僚と新しい研究を実施しました。可能な限り出生と結婚の記録を集め、村人の本当の年齢を確かめようとしたのです。そして村で最も高齢の人は96歳だと分かりました。またビルカバンバに当初9人いるとされていた100歳以上の人は実はいないということが明らかになりました。その上、100歳以上だと主張していた人々の平均年齢は86歳だったのです。研究者は長寿の村の秘密を暴くことに成功しました。
この村の人々の寿命は世界の他の場所とさほど変わらなかったのです。それでも良い環境や食事、活動的なライフスタイルのせいで確かに村人たちが健康だと認めました。やっと真実が明らかになりました。そこで問題になってくるのは、なぜ村人は年齢を偽ったのかということです。研究者は村で敬意を得るためそうされているのではないかと考えました。高齢の村人は深く尊敬されたのです。もちろんその傾向は研究者や旅行者の興味によって悪化し、年齢をさらに誇張するようになったのかもしれません。ですが高齢者が年を偽るのは世界的に見て珍しいことではありません。例えば教育が十分でないことも原因となります。他には多くの場所で適切な文書化を行ったり、出生が記録されていなかったりする問題もあります。ビルカバンバにも自分の年齢を正確に知らない人が多くいました。それで適当な数字を言うのです。ここまでのところの謎は解明されましたね。ですが人々が本当に幸せに長生きする場所はあるのでしょうか。私が調査したところ、世界中に長寿の村があることが分かりました。今度は本物ですよ。香港と日本は長寿の国で、平均寿命は平均85歳に達します。ですが国よりも小さな地域もあります。世界の他の場所よりも人々が長生きする特定の地域です。これらの場所はブルーゾーンと呼ばれ、5箇所あります。日本の沖縄、イタリアのサーディニアという島、コスタリカのニコヤ半島、ギリシャのイカリア島、そしてアメリカのカリフォルニア州ロマリンダです。最初のあまり主流ではない長寿の村は日本の沖縄です。ここでは人々の年の取り方がゆっくりだと考えられています。70歳の時点で50歳の体や有機体をしているのです。また人生最後の数年も人々は健康に過ごします。沖縄の人々は世界の他の場所と比べて DHEA ホルモンの減少がずっと緩やかだということが研究で分かっています。研究者によると、その理由は沖縄の人々のバランスの取れた食事なのだそうです。彼らは豆腐や大豆製品、多種類の果物や野菜をたくさん食べます。また食事量が多すぎず、1日に約1200カロリーしか摂取しません。比較として平均的なアメリカ人は1日にその倍ほどの約2400カロリーを摂ります。イタリアにある島、サルディーニャのオヴォッダという町について聞いたことがありますか。人々は全粒粉や乳製品、産地直送のフルーツや野菜、魚や肉で構成されるサルディーニャ食を食べています。沖縄の食事ほど限られたものではないですが、それでも並外れて長寿なのです。ある研究者はそれがなぜなのか興味を持ち、この町の100歳以上の人全員を検査しました。そして長寿の原因となる特定の遺伝子を見つけたのです。彼女の説は、この町は周囲から隔絶されていて、人口が2000人以下ととても少なく、その中で結婚するため遺伝子が下の世代に効果的に伝わっていったというものです。それで長寿の遺伝子を持つ人が増え、長生きしているのです。驚くべきことに、ブルーゾーンの研究者たちは次のことが長寿の鍵だったといいます。まず外の世界と隔絶されていること、家族を優先しライフスタイルがアクティブであること、そして人々がコミュニティに参加していること。私はいつか彼女と猫のガリレオと沖縄やサルディーニャ、その他の美しい場所を旅行して、こういった素晴らしい人々に会うつもりです。そしてその話をしますね。今日はここまで。皆さん、健康を大事にして、ブライトサイドと一緒に毎日賢くなりましょう。